こんにちは。昭和改装今回は千九百八十八年。二月号の雑誌広告を眺めながら、当時を振り返ってみたいと思います。付き合ってくれるのは、広告にも登場します。M. G. C. のね、固定スライドバージョンの C. Z. ですね。はい。綺麗な木ぐりがついております。もちろんご紹介済みですね。 はい、久々にねなんかこれもう一回打ちてえなとかと思ったらガス漏れしてましたんでね後で直すかなんかしてあげなきゃいけないなとまあこの辺りねちょっとこんな感じではい眺めていただきながら広告めくっていきたいと思います。表紙はね、 もうこうなるとですよねもうこの頃ですねもうのすごいガバのカスタムバンバン出てた頃ですねで今回下読みしておりませんのでね皆さんと一緒に広告ねびっくりするのも出てくるやもしれませんいきましょうまず裏表紙いきなり国際のねはい軽くスムーススライドアクション抜群の直進性っていうことですねこれエアコキングなんですか はい、もう玉の出るやつですね玉、はい、の出るやつ <laughs> エアガンかガスガンですね、はい、で、えー、ピンナップの裏はですねこのあた国債のねあ国債っていうか以前からねあの国債の製品をあのゲップで買えるよっていう、ね、こんなアコーさんっていうね、はい、代理店さんですか ななんとなく墨田区っていうとなんか問屋さんのなんかあれかななんて思いますけれどもねはいそしてねここはまた国際ですね、えー、こんな感じではい各種ねエアガンもう88年こんなにエアガンに押されて押されてるって言い方変ですけどエアソフトガンに置き換わられていたんですねなんか私の記憶では88あでもそうだよなはいそれからね出ました 究極のガス銃ついに登場やパラ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 っていう、ね、この辺りからなんか丸井の東京丸井さんの製品にこう注目し,し始めたかもしれないですねただまだこの時点では何も買ってないと思いますね私はねこのハイパワーのあとなんかあれ59の方かななんか格好がねいまいちっていう感じで今思えば失敗しましたね P08 あたりはもうこ,こんな感じです,こ,んな感じですここに構造が出てますね、B、あ BB とカートリッジは別なのねあそれはそれで面白いですねということはカートリッジを入れなければね外でパパパパパパって打てばカートなしで多分弾が出るんでしょうね持ってなかったんで何とも言えませんがねはいそれからね本式事の方はカップスッキ カップススペシャル。表紙のね、ガバですね。これがレポートされています。はい、そしてね、もうあの、ボーガンの方も、ちょっとおしゃれな感じで。で、隣が中田商店と。ね。この辺りも定番広告ですね。え、それから、FN のね、バトルライフルが紹介されていて、 ワシントント商会さんですねちょっと注目すべきはこの辺りかなという感じですねこのスタビライザー付きのスリングショットっていうのはね私も持ってた時期があったような気がしたなこれでねこの鉛弾じゃなくてね泥弾っていうのはまだうちにありますよ泥なのかなあれ土なのかなそれからね例のラーマですね今でリャマ スペインのね、正式拳銃 M82、ラーマ M82 がね、紹介されています。なかなかかっこいいですね。それから、はい、出ました。JAC さんのね、Mac10。ね。Mac10 はあの、えー、っと、Mac11 と違って、 ジョン・ウンウェイのの映映画画ででか使われてましたよね、晩年の映画でね。晩年それから韓国軍事観光ということで韓国の話が出ていてはいでまたここにね、はい、ちょっと興味深い広告が出てきますレプリカさんですね年末年始大感謝祭セールということでどうでしょう USM1 カービンガス式ブローバックカスタムこれ私持ってたんですよここにね構造図がしっかり出てますねあのハンドガードのところがちょっと太,太いこと以外はねこれ樹脂の薬莢だったと思いますけれども最初ついてきたのね本当にねこれはねえっ、ー、とリキッドチャージのみでブローバックしてましたねきちんとはいああそれからね,こ,ねこの間あのご紹介したはい この時期だったんですね89年とか90年とか私は思ってましたけど88年はい多分コメントいただいたのはこのメタルフィニッシュかな真ん中のカート式っていうやつでねスタンダードメタルフィニッシュそれから M60 ですシルバーのやつということでこの間紹介したのはこのあと出たヘビーウェイトってことになりますでしょうか見てくださいシューマイザーまでねガスガン化されて はい、すごいですねこのこの広告自体ねこれも見てたはずなんですけどねこれ持ってるっていうことはねこの目可愛いいな、まあ、これで買ったんでしょうねはい最初っからマルシンさんカート式にこだわられてましたねずっと後に出る m 1カービン CO2 版、まあ、あれはカート式じゃないんですけれどもねあれがカート式だったらカートパンパン飛ぶでしょうねって感じですね あとどこでしたっけハドソンさんどっかであれですよね。BB の飛ばないね、ガスであのブローバックだけするやつってのありましたよね。あれもまた一つおあの、おもちゃと、おもちゃというか、玩具としていいかなと思って。ビル・デイブスのカスタムが出てますね。リボルバー。すごいですね。もうここまでごっつくなると。あもう酒屋さん、この時期からあったんですね。酒屋さんね。金が新年っていう感じですね。 それからジョョークショップさんですねこん、はい、な感じですでえっ、ー、と第2次大戦のね、えー、重機の紹介で 98K がねがっちりと紹介されています綺麗な木目の 98K まるで新品ですねこれねそれから MGC、ね、代理店の山本さんですねとカンとピンクのこの ラインがね、非常になんか目を引きますね面白いですねそれぞれね各社さんね工夫を凝らしてやっぱ広告代理店みたいに入ってるんですかねえっ、ー、とそれから SW の M459 のね実銃のメカの紹介がカっタ上ウェイでされていますちょっと興味深いですねえー、それからファルコントイさんあ ブブレンテンテのブローバックだ。これは知らなかったなブレンテンはあのマルシン製かな固定スライドのやつはうちにありますけれども8ミ、mm、リ b b バージョンがねあここのテキサスさんの広告も綺麗ですね特にこの辺り気になるな、えー、それから、えー、自衛する市民たちはサンフランシスコのね、えー、観光タクシーで事件がありましたね はい、ベレッタ・ミンクスみたいな人デリンジャーみたいな銃がなんか登場してますよこれは分かんないシューあ森岡さんプラモランド森岡さんか美の極地結局趣味のものですからねこういう何て言うんですかあのイメージを前面に出されると私は弱いなはいそれから ハドソンさんはトンプソンガーランドマッドマックスとねでちゃっかり出てるぜ金属モデルガンということでねもうね定番ですねこれはねでグリースガンだぜみたいな感じでね、はい、グリースガンののね、えー、ガス風呂版は持ってるんですけれども動かないですね残念ながらねあもう特集でもねサバイバルゲームが出てますね それから丸善さん今もお元気ね、はい、今も生きているモデルが結構ありますねパイソンはねちょっと私全然縁がなかったなそもそもガスリボルバーいうの私は私丸井さんの24連発でさえ懐疑的だったんでねそれからテレビのステージガンですね今回はね えー、ビッグショットのね、えー、方がね、えー、やってますそっかあのあの方は事件で、ね、交代しちゃった感じですかねベイシティででかですね世良ノ則さんと藤達也さんがね登場していますあと女性はこれは石川秀美さんですねはいはいそれからスターノズね 持ってました売れまししたた売れですよねこれまだまだいっぱいありますからね発掘が終了したらねそれぞれのバージョンね打ち比べたいと思いますはい性能は非常にいいんでね 5m 以下だったらもう最強だと思いますよえー、それからこれは米沢さんですねこれはね MGC より早く出ちゃったかな M12 ねこの頃まだ MGC 版の M12 はどうだったんだろうモデルガンの状態で 売られてたんですかねそれからねエアソフトガンのレポートでキャリコがねトイテックさんのキャリコが、えー、宣伝されていますが国際ですねはいまだまだモデルガン出してますぜっていう感じですねそしてじゃじゃーん、えー、かなまるさんですね半分ずついきましょうルドックこのこのページの お隣にデントね CG75MGC ですね、はい、2月新発売これもこの広告見て買ったんだろうなあ,あもう MGC キャリコ出てるんですねこの時ねあもうあれか M12 もごめんなさいガスガン化もされてるんですねこれ出てます、ね、しっかりとねこんなラインナップだ ですね、まあ、最初はねウィルソンでしたよねうん違ったっけまあいいやこれねまさかのうちにブローバックになるとはねなるんじゃないかと思わせるぐらいの出来ではありましたけれどもね本当にブローバックするなんて思わなかったですねで現在はね、えー、とマルシンさんからねカートリッジ式のカート式のねガスブロとしてね、えー、まだ 残ってますね。あと KSC さんののはねなかなか時々ねカスタムが出るんでね嬉しいですねルックスから言うとやっぱ MGC のやつが私は最高ですねその後にねあの KSC さんのやつがそんな感じでいい感じですねちょっとマルシンさんのやつは最初からなんか太っちょみたいな感じですけれども、はい、CMC 幻の命中になるかねっ 順次生産を中止しますということで確かに幻の名状になりましたね私と同世代の皆さんの中ではねえー、寂しい話ですまあ最後売り切ろうということでしょうけどね当然廃業されるときにはね、えー、在庫なんか残ってたら困っちゃいますからねホルスターのなんか文章だけっていうのも渋いですね それからエアライフルの話があってはい、おもちゃ狩りヒストリーということでですねこれはいいですね愛好家協会からのお知らせですからねちょっとご興味のある方はねこのぐらいアップにすればもしかしたら読めますよねぜひ読んでみてください本当にね、えー、また規制のないことをっていうまあ規制っていうよりもね あの閣議決定だけでやれちゃうあの不足ってやつですよね、それにちょこっと追加されるだけでね、一発でねモデルガン全滅しますからね、本当そうなんですよ。だからまあね、あの誰でも内閣なんか一緒だいとかね、思わないでいただきたいと私は思ってます。ちょこちょこっとね、そういうところにね、官僚がね、いや、実はこれでこんな危ないですから、おやめおうお,うおうみたいな感じでね、不足なんてね、はい。 例えば樹脂製の銃であってもはい、えー、黒または金色白または黄色に塗れとかねこれは何だトイテックさんさっき出てもあこれがレポートされてたやつですねあのー、先ほどねなんかすごいですね悪魔のシステムとかねこの辺になんかトリプルブースターシステムっていうのがあってあんまちょっとあれかな大流量良くないな、ね、こういうの。 えー、それからカレイドスコー,プ、ね、コーナー人気コーナーですね。この辺は好きな人多いんじゃないでしょうか。私もそうでしたね。はい。えー、それからね、えー、こんな感じでちょっとここ,ここに行きましょう。はい。それから名和模型さん、個人情報ないですね。またね、写真。前横とね、並びで。 文字と写真って感じででしたけども今回は縦並びですね。それからねフロントラインっていうところもね、はい、バレルウェイトああそうか重さをね楽しもうということですかねはいちょっとよくコンセプトがそれ以外はわからないなおおねんさんねこれ見開きになってますね お正月プレゼントはいうん当然ね、えー、この頃はもう名さん行ってましたね私はね当然上六さんはいえー、それから八幡庄司さん あいいですねこれこれいいですねここまでやらなきゃマニアとは言えない私んちにもこれがあるんでこれに影響されたわけじゃねえと埃だらけになっちゃうんでね結局ねあのゴミの袋ビニール袋大きいのかぶせたりねあとどれだったっけなラップにくるんだりしてますねラッキーポイントでちょっとあんまり分からないな広田昌司さんは古いですよねえそれから クルーさんはねちょっと飛ばしますねはい、えー、それからまあこんな感じですかこの冬君は乱暴気分乱暴のことですねあんまりちょっとでもねソやな感じがしますよねまあこの趣味なんかそれでいいんだよって方もいらっしゃるかもしれませんけどもやはり私は実は非常に知的な趣味じゃないかなと、ね、思って おりますそして裏表紙は MGC ですねはいまあ私ちょっと全然持ってなかったんですけどもねブラックパンサーですねはいそして裏は、はい、ウェスタンズの、ね、この頃はね今みたいにダブルカラームになるなんて思わなかったですけどもねガスはワンチャージ170発あ,あまあ燃費はいいですよね この辺りもこんな感じでしっかりと、ね、いろいろと、はい、出ていますはいこんな、えー、1988年2月号の広告でしたグレタマくんもありがとうはいどうでしょうね本当にあのエアガンっていうかねエアソフトガンだん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 って感じで載せてきてますねもう完全に押されているっていう感じですかねモデルガン業界ねこれね 私あのご紹介した後でコメントでねこれでねシングルアクションでね要するに出てるよとコックできるんだよハンマーオーナーっていうのをね、えー、習いましてね知らなかったぐらいですよねやったことあったのかなただこれが基本機能だっていうことかどうかはね、えー、その当時は分かりませんでしたはいということで「昭和・改装」今回は1988年2月号の雑誌広告を眺めながら 当時を回想してみましたではまた